はい、どうも。今日はですね、こちらの薬師マササを植え替えやろうと思います。使う鉢はですね、はい、出ました。先日完成しました自作の鉢です。まあこれ1個で入ればこれで、1個で入んなかったら株分けしてもう1個小さいのあるのでね、そっちに入れていこうと思います。はい、まあこれはね、確か追盆店で使おうと思ってこれに入れただけだったはずなので、もうそのままね、違う鉢にこう入れていこうかと思います。どうですか、黄色い鉢に、あれ合わないな、黄色い鉢に、まあ竹じゃないですけどね、こう笹か入れるとなんとなく縁起が良さそうな、金運上がりそうな気にしませんか。まあなんかね、どうなんなるか楽しみですね。で、一応草物を植えるときに針金をまあ使うかどうかみたいな話をねしとこうかと思います。もう草ってね、普通に木と違って根の張りがないので、まあ、止めづらいとは思いますが、まあ、一応針金で止めることができますと。ネットを止めて、そのネットをかまして針金で止めてあります。でも普通に止めると止めづらいと思うんで、針金をちょっと針金をね用意しまして、これをまあしょうがないですね、近いものがないのでこれを草だとしまして、この辺から根っこがあるとしますよね。こっちが茎の部分で、でこの辺とかをね、このそろそろ根っこになるかなって地中に入りそうなところにこう針金をこうくるくると巻きまして、あ、ダメだな、分かりづらいな、もうちょっと下にしよう、 この辺しよう、まあ、こんな感じでねくるくると巻いときます。で巻いたその先をこうね下向けといて、で鉢に通してここまでいきますよね。そしたら、まあ、裏に針金通ってますんで、なんかこうパタンパタンとね畳んだりとか、まあ、そこは止まれば何でも OK なんだと思いますが、こうやって止めといて、で必要な高さのところにこう草をねこう止めといて、すごい絵面だなこれま、草ですよ、草を止めといて、あとは土をすき込んであげれば OK と、まあ、そういうやり方をすればいいわけですね。別にこうしなくても、これはいいや、単に土入れてって草入れて、でその土で固定して、あとはこう根がね中でこう回ってこうガチッとね固まるのを待つっていう方法もありますんで、どっちでも OK です。じゃあもうあとはここからはいつも通りでございます。よいしょ、今日はねすっごい乾かしてあるので、もう超楽ですね。やっぱりね乾かすと楽なんで、植え替えする前は綺麗に乾かしてあげた方がいいですね。そこそこ確かね根は切ってあげてたので、そんなぐるぐる巻いてないですね。植え替えやすいようなレベル。あ、でも前回切ったところよりもさらに根が伸びてますね。白く伸びてるところがね多分今回伸びたところですね。前回追盆点使ったのがなんか1、2ヶ月前だったかな、あ、もっと前か、うん、その短期間の間に結構伸びますね。強いですね。全然入りそうにないなこれは。じゃあ株分けします。僕も最初草物の株分けってどうやってやるのかなってこう悩んだんですよね。でもね、まあ単純に本当に真ん中からバキバキ割るだけです。欲しい部分をこうねバキバキっとこう、よいしょ、こんぐらいでいけるかな。まあ足んなかったらというか、うまくできなかったらハサミを入れつつ、よいしょ、まあ、思ったように綺麗に切り取るのはなかなか難しいとは思いますが、よいしょ、ちょっとこの辺はいらんので、ごめんなさいしといて、こんぐらいならいけるかな。あ、入らんこともないし、そこそこボリュームがあった方がかっこよさそうなので、これであとは根を切って、じゃあ入れてきます。なんか結構根を切っちゃってもね本当に元気なので、この辺の笹とか竹とかは意外といけますね。それよか全然入らんな自分で作っといた鉢なのに、
全然入らないな。やっぱね、練習が必要ですね、この辺はね。よくね、鉢作る時に言われるんですが、最初にね、土をその生の状態で練ってて鉢作るじゃないですか。あの状態から焼くと2割小さく、2割ぐらい、20% ぐらいか、小さくなるよって言われて、じゃあ大きく作っとかなきゃなとは思ってるんですけど、作る時にね、どうしてもそのままの大きさをこう見ちゃうというか、2割型小さくなるのを想定できてないので、本当は僕の中では結構大きめに作ってたつもりなんですけど、いや小さいっすね気をつけて勉強しないと、これはね。まだ入りが悪いな。もうちょっと切るか。いけそうっすね。よし、じゃあこれで入れてきます。さっきね、一応じゃあ針金やったから、針金でこうやって止めること前提に、こういうところで言うと、この鉢の中に入っちゃう部分ですよね。鉢の中に入るとこだと、この辺かな、この辺ぐらいを目安にこうね、ぐるっと巻いてあげて、あ、もうちょっと短くていいか、巻いてあげて、はい、この状態にしといて、あとは中にこうちょうどいいとこに止めといて、こんぐらいかな。止めといて、まあ、大概はね、ちゃんと鉢、高台があったり溝があったりすると思うんで、そこに合わせて、まあ、1回でもいいし、折り返して2回目こうくるっといっちゃってもいいしみたいなね、こうパターンと折り返しても OK と。はい、じゃああとは土を入れていきましょう。あ、大丈夫そうだ。ネットも何にもつけてないし、ゴロ土も入れなかったから、鉢スカスカに通るかなと、土がね、思ったんですけど、針金、ね、入れてあるおかげでちゃんと止まってますね。あ、よかったよかった。やっちゃったかと思った。まあ、多分他の方もね、そういうことよくあると思うんで、そういう時は、他の動画見てても優しい目で見てあげてください。よし、じゃあ1鉢目完成しました。おー、なんかいいっすね。なんか意外といけますね。中国っぽい感じというか、なんだろう、このやっぱ金色というか黄色と竹っていう、このなんか相性いいですね。よし、1鉢目完成。一応もう一個というか、ちょっと余ったんでもう一個作ります。じゃあもう一個の方もできました。はい、あ、小さ。さあ、2つできました。いいですね。小さいし、やっぱね、自作鉢っていいですね。自分の思った作品をね、作れるっていう魅力があるので、どうしてもね、鉢って誰かの作ったいいやつ使うと、それに合わせてこう木をね、木とか草とか作っちゃいがちなので、もうそれを全く無視して、本当に自分の作りたいものを作れるっていうところがね、自作鉢のいいとこですね。皆さんもおすすめです。で、本当だったらここで作ったのを、じゃあ見てる方に差し上げますってやりたいんですが、今んとこそういう準備が全く整ってないし、これが大丈夫かどうかもね、まだわからないので、いずれはそういうこともやっていきたいと思いますので、います？ちなみにこういうの欲しいって方、いくつかね、似たようなの僕も作ってるんで、全部自分で使う、まあそうか、クオリティの面もあるな。まあ、こんなもんでいいっていう人がいたらね、ちょっと考えますんで、ぜひコメントね、書いていただければと思います。はい、じゃあ今日はね、草もの屋久島笹ですね。これほんと合わないな屋久島笹ですね、植え替えしました。今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。